君が綺麗に切ってあげる。信長様、なぜ俺だけこんな大規模な目前に。ほう、ゴロの答え、それが正義。まあ、はい。ウヌが力で仲間を増やし、移動。しばし時をやろう。それより開幕よ。大規模な模擬戦があると聞いて来てみたが、これはすごい。古今の名将が一堂に会している。しかし、あの精鋭に一人で立ち向かおう。私の名は直江兼次、前田利家、その魂惚れたぞ。では勝てぬが、言葉でお前を応援しよう。城外の敵は倒せば味方になる。まずは味方を集めろ。城内に挑むのはその後だ。焦って門番を倒すなよ。異性の法則を打ち破る時は今ぞ。自ら虎穴に挑むとすれば気を取る。始めよう。陸に上がった海賊の恐ろしさ、見せてやろう。最下衆、やつを八四つにせい。信長様に無様な姿は見せられぬ。かかれ。今の行商の力、今こそ見せてくれよ。
さ見せようぞ。物が力のみで道を開く。ルヌの力は密着。天守。各界には趣向を凝らした仕掛けがあると聞く。ここからが正念場ということか。まずは我ら美の反撃がお相手に立つ。美の三人衆、今はなき最高道尊を支えた猛者たち、それが手始め、その先何が待ち受けているのか。俺らは徳川家基本やりのうちの五人だ。何しやがる。こんなもんだよ。熱い魂見せてくれよ。この契約と指導を行うと敵だな。この人は知らぬ。なんか恐ろしいものを感じる。もうこれ以上かわせない。燃えてきたね。
ったよ。信長様はどこへ。ネタバラシマと、これ試験なんさ。信長様の親衛隊、アカホロ州の筆頭になるため、そのな、序盤の人集めから後半の武芸、そして最終試験。最終試験って消えるよ。やっぱ相手はおじゅじ。そういうことかよ。どうしたついよ、喜んでいるように見える赤ホロ州筆頭就任おめでとうな。おとろ、これだけのもののふを集めていただき恐悦。フフ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 。みんな弱いな、もろくて弱い人ばかりだよ。